アルコア・アントニオ・ヘルナンデスは、ドミニカ共和国サンティアゴ州サンティアゴ・デロス・カバリエロス、出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のシカゴ・ホワイトソックス参加所属。2009年7月17日にシカゴ・カブスと契約。2010年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・カブス2で、プロデビューし、23試合に出場。 6月29日からは、ドミニカンサマーリーグカブス1でプレー。ドミニカンサマーリーグでは2チームで69試合に出場して打率。286、1本塁打、21打点、22盗塁を記録した。2011年は、ルーキー級アリゾナリーグカブスでプレーし、51試合に出場して打率。333、2本塁打、42打点。 盗塁を記録した。二千十二年は A 級ピオリアチーフスで開幕を迎え、四十三試合に出場したが、打率、二百十と落ち込み、六月十二日に A マイナス級、ボイシホークスへ降格。A マイナス級ボイシュでは六十七試合の出場で、打率、二百八十六、五本塁打、三十八打点、八盗塁を記録した。二千十三年は A 級、 ケーンカウンティクーガーズでプレーし、111試合に出場して打率、254、四本塁打、34打点、21盗塁だった。2014年は A 級デートナカブスでプレーし、122試合に出場して打率、273本塁打、55打点、22盗塁を記録した。オフにはドミニカンインターリーグに参加し、 ティグレス・デルリ製で16試合に出場した。2014年12月15日、7月30日に成立したトレードの後日発表選手として、ボストン・レッドソックスへ移籍した。2015年はまず参加の AA 級、ポートランド・シードックスでプレーし、68試合に出場して打率。326、5本塁打、31打点、4盗塁と活躍した。 7月16日にトリプル A 級ポータケットレッドソックスへ昇格した。トリプル A 級ポータケットでは46試合に出場して打率271、4本類打、22打点、1盗塁を記録した。オフの11月20日にレッドソックスとメジャー契約を結び40人枠入りした。2016年3月2日にレッドソックスと1年契約に合意。 3月18日にトリプル A 級ポータケットへ移動し、そのまま開幕を迎えた。トリプル A 級ポータケットで6試合に出場後、4月15日にメジャーへ昇格。4月17日のトロントブルージェイズ戦で9番、二塁手として先発起用されメジャーデビュー。2打数1安打1死球だった。その後は出場機会がなく、4月20日に、 トリプル A 級ポータケットへ降格。降格後は18試合で打率。347と奮闘し、5月16日にメジャーへ最初をかした。昇格後は内野のバックアップとして起用されていたが、7月9日にトリプル A 級へ降格した。8月25日に再びメジャーへ昇格したが、先発起用は1試合にとどまった。 この年メジャーでは40試合に出場して打率、294、1本塁打、5打点、1盗塁を記録した。2017年の5月初期に、左肩のアダッキューで故障者リストに入った。左肩は5月の末に手術を経験し、シーズンの最後まで全球となる。レギュラーシーズンでは、21試合に出場して打率、276、2打点を記録した。 2018年2月のスプリングトレーニングで左肩の怪我を負った。3月29日に故障者リストに入った。7月10日に左肩の手術を受け、全休となる。前年の怪我を2018年に回復することはできず、メジャーでの出場はなかった。2019年は2年ぶりにメジャー復帰し、自己最多の61試合に出場した。 オフの12月2日にノンテンダー FA となったが4日に1年契約を結び直した。2020年1月10日にオースティン・ブライスの加入に伴って DFA となり16日にマイナー契約で AAA 級ポータケットへ配属された。8月30日に自由契約となった。2021年1月にシカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。